はい、皆さんこんばんは。スカイゲーミングの M です。今日は仁王2飛翔編決起の報告、こちらをねお送りしたいと思います。あんた、確か秀千代さんか。うん。いや、おじきが危ないって言うからさ、まあ助けに来たんだけど、あんたの方が強そうだし、あんたに任せるよ。うん。おじきも水郷だと思わないかい。信長様のためにああまで命を懸けてね。おじきも水郷だ。はい、オッケー。じゃあ行きましょう。何だったんですかね。マタダさんがいるのかな。このマップは初めてですね。僕は見てるのかな、見てないのかな、覚えてない。あ、見てないのかな、多分ね。はい、OK。いかにもここに入りなさいっていうね、建物があるので入っちゃいますか。あ、こっちも行けるね。お、いる。あ、また変えたんですか。いろいろね使ってみないとね、どっちがいいか分かんないんでね。そっち行けそうじゃないですか、鳥居んとこね。なんかあの敵の色が黒いからね、分かりづらい。これで落ちると。あ、いた。ここいるんだ、こだまちゃんね。見てこなかったっす、すいません。ここから入れそうですが、ぐるっと回るとね。あら、こっちも行けそう。二人来ちゃいましたね。そう。ということは、とりあえずそっち家の中じゃないですか。お、いた、誰か。だね、2匹目。なんかこっちの方が進むっぽいですよね。とりあえず家行きますか。
あ、ここにも扉あるんだ。開かない。じゃあ右から。さっき開いてましたね、こっちはね。さて何が出るかな。お、今日のタタラさん。ラッキーデーですよ。知りません？大立ちだと大吉なんですよ。ハンマーだとね、中吉。よく出ますね。でもね、この方もね、これ一本だたらさんってね、結構日本各地でね出没する妖怪なんですよ。これ知ってました？一応ね、鬼の一種なのかな。どこだっけな、あれ見たことないですか？節分の日にヒイラギにイワシの頭刺してね、玄関に飾っとくって。あれね、一本だたらさん余計なんですよ。余計っておかしいですけどね。ヒイラギって知りません？トゲトゲした葉っぱでね、あれをね、節分の日に玄関の入り口にね飾っとくと、そのヒイラギのトゲトゲが一本だたらの目に刺さって入れないってね、そういう話があるんですよ。イワシ？なんでイワシなんですかね。焼いた時の匂いで呼び寄せて目ん玉刺すと。それか焼いてる時の匂いが嫌いか、どっちか言われてますよ。でも本当のとこはね、わかんないですけど、未だにね、そのやってるところありますよね、地方によっては。なんだっけな、ヒイラギイワシっていうのかな。そのまんま。でもヒイラギにイワシですからね、やってるとこありますよ。今度は見てください。どこなんだろうね、発祥源っていうのかな、始めたところ。これ何、毒？なんかでもマイナス効果ついてますね。アイコンの見方がね、よく分かってないと。でも HP は減ってないので、気力関係か余力関係か、なんかついてますよ。これ、お、消えた。あれ壊すんだね。じゃあね。エンキさん、エンキさんはね、猿の鬼です。読んで字のごとくね、猿鬼。これね、一説ですよ。本当かどうか知らないですよ。猿鬼って読む場合があるんですけど、その猿をね、いなくなるって意味の猿。ね。いなくなった鬼。っていうのでね、桃太郎のね、そうそう、鬼だっていう人もいるんですよ。猿鬼ね。桃太郎って知ってます？バカにするな。いや、そうじゃなくて、桃太郎ってね、日本のね、古い皇族が主人公でね、岡山県が有名かな。でもね、いろんな地方にあるんですよ、鬼ヶ島のね、モデルとなった島っていうのがね。岡山は島じゃないですけど、山なんですけど、まあね、いろんな土地にあるんですね、桃太郎さんの話ってね。一つ目さんはね、あれなんですよ、多分スカイ君が知ってるのはね、山道で歩いてるとね、一つ目小僧が出てきて、
くりさせられてねっていうのが多分知ってるやつですよ多分ね。本当はねこの方ね神様でねなんかの祭事の時にね向かう途中ね馬から落ちてで笹の葉だっけななんかの葉っぱで目をね怪我してねで一つ目になったっていう説と自分で自分が神だよっていうのをね分からうために分からせるために自分で潰した説あとはね鍛冶屋神って言ってね鍛冶屋の神様でね火をね見続けたために一つ目になったっていう説ねそういうのがあるんですよだからさっきのね一本だったらとつながりません葉っぱが嫌い目に刺さるね意外とねつながることが多いですよもともとはねあちょっと待ってくださいその前に僕はね辞書ではないんで調べてください少しはねそれが仕事をお助け立ちしましょうほらまたさんいたええー、助かったぜありがとうよどういたしまして信長様のもとへ帰るにはまだまだ手柄が足りねえなるほどね何一緒に来てくれるのかいやそんなことありがてえお前がいたらはやかしだって怖かねえぜ言ってないんですけどね行きますかさっき鬼の話あったじゃないですか僕が思うにね鬼ってね日本人から見た外国の方だと思ってるんですよこれ諸説も何もないです僕の考えねもともと日本人って小さいじゃないですかね、だからね、島国だから昔ね外国の人が来るっていう可能性ありません色の白い身長が大きくてね、赤鬼は酔っ払った外国人そんなイメージがねあるんですだから鬼ってね外国の方なのかなって昔の人から見たねなんか飛んでますよそれトラップだ踏むとなんか出てくんだ気づかなかったねで何でしたっけだから僕は昔の人がね初めて外国人を見た時にびっくりして大きいしそれをね鬼って伝えたんじゃないかなって思ってるんです個人的にはねまあそれにね見合う文献とかねそういうのはねいっぱいあるんでねそっからどういたしまして僕はそういうふうに思ってます鬼の発祥ね桃太郎の話さっき出ましたけど桃太郎の話も鬼ヶ島行って鬼退治多分ね外人さんが作ってきてますそうすると面白くないですか話がねどこ行きますてっきりワイラで終わりかと僕も思ってましたなのでね話を無理やりね早く切り上げようとまとめてましたけどまだありましたねまあそんな感じですよ妖怪ね結構でもねこれね本当の名前の妖怪とかほぼ使われてますよ昔のねだから知ってる人はね僕ね武将さんより妖怪の方が知ってるかな多分ね詳しくない武将はあんまりまあ有名な人はね
知ってますけど、信長さんとかね、又田さんとかね、そのぐらいは知ってますけど、やっぱりね、目に見えない未知のものの方が興味があるってね。板塗り壁、ついでだから塗り壁も説明します。お、当たった、すごい。塗り壁さんはね、あの夜道をね歩いてると、いきなり道を塞ぐ妖怪でね、もともとはね、タヌキとかイタチがね、化かして妖怪のふりをねしてるっていう話のところが多いですね。こだまちゃんいた、そんな感じですよ。あのね、ゲゲゲの鬼太郎って漫画知ってます？水木しげるさんね、もうちょっと亡くなっちゃったんですけど、鬼太郎って今もやってんのかな。あれはね、妖怪ウォッチじゃないです。そうか、世代がね、妖怪ウォッチだね多分ね。僕は鬼太郎ですね。なんでね、妖怪ウォッチはちょっとね、砕けすぎてる。あれはね、半分ダジャレだから。鬼太郎はね、よくねモデルにしてね、なんとなく描いてて素晴らしいですよ。あれも妖怪好きな人はね、まあ、僕どちらかっていうと妖怪じゃないんですけどね、ギリシャ神話とかね、そっち方面なんですけど、まあ一応ね、同じ空想上のね生き物はみんな好きですね、興味がある。まあね、スカイクもね、興味があったら調べてみてください。結構ね面白いですよ、その土地土地にね。ガキはね、ガキまで説明します。六道輪廻とかね、六道輪廻って読むんですけど、六個の道、要はねインドの仏語なんですけどね、インドの世界観ね、六個の世界があるんですよ。まあいわゆる天界ね、人の世界、修羅の世界、ガキの世界、地獄の世界、まあそういうね、あれ今5個しかなかった。じゃああと1個なんかありますよ。そこのね、ガキの世界に住んでる方々、この方たちはね、人が、難しいな説明するのが、人が六道輪廻っていうのがあってね、考え方ね、6つの世界、人はね、その6つの世界をいつもね、その自分がやった業、なんつうのかな、例えば悪いことしたらどっかの世界に行くと、そういうので死んでもまた生まれ変わった時には前世の罪を背負ってここの世界で生きていきなさいっていう考え方、わかるかな。そこの中にガキ道っていうのがあって、そのガキはね、まず食事ができない、食べちゃダメ、食べれないんですよ、物を食べようとするとね燃えちゃうって、そういう話がありますよ。だから生きてるうちは悪いことをしてはいけないと、そういう教え、簡単に言えばね。難しすぎるですよね。まあ多分ね、興味がある方じゃないと調べないかな、そんなことね。まあそういうとこに住んでる人たちですよ。よくあれじゃないですか、生意気な子供のことをガキって言いません？あのガキとかクソガキとか、あのガキはこのガキですよ、言葉の由来ね。本当ですって。由来がね、これなんです。
お勉強になりました。あ、そんなことですよ。そんなこと。あ、由来がねありますよっていう。基本ね、日本ってね、ほら仏教国だからね、そういうインドのね、もともとのね密教とか仏教とかね、そういうのが伝わって お話にね伝承されてる場合があると。だからね、鬼の話もそうですけど、みんなね似たり寄ったり向こうにいる妖怪は大体日本にもいます。名前が違うけどね、そういうの結構いるんですよ。どうですか、うまくまとまりました。妖気、これはねもういいです。妖怪の鬼。いや本当にね、妖気さんはね多分ね、その伝承とかではないと思いますよ。わかんないけど妖怪の鬼っていうイメージでね、なんかこうキャラクター化っていうのかな、ゲームの中で付けられた名前の鬼じゃないですか多分ね。わかんないけど、僕が知らないだけかもしれないですけどね、そんなイメージありますよね。妖怪で鬼だから妖気にしようね。普通に鬼って書くよりはね強そうじゃないですか。それがね判断基準、多分そうだと思うんですけどね。だって鬼太郎に出てきてないですもん。水木先生にね妖気を見てください。今度はね鬼太郎、妖怪ウォッチは見なくても大丈夫です。まあ子供がねたまに見てたんで見てましたけど、あれはもうパロディーかな、まるっきりウォッチッチだから。よくわかんない。上に行ってますけど、多分下の扉がボスじゃない、違う、あんな豪華な扉。ここは何？あ、ショートカットじゃないそれ。どこ？あ、わかった。一本だったら3。ね、戻りましょう。じゃあさっきのとこ行って、信じてないし。さっきのとこ行って、ボスをやりますか。取りたい？来ちゃうかも。ね。下にお宮ありましたよね。お祈りした。じゃあ死んでも大丈夫ね。OK です。じゃあ行きますか。何が出る？乱戦ね。あ、なんかいるね。ボスっぽいのが。じゃあよし行きますか。話すんじゃないですか多分ね、まあ、拾ってからね。ちょっと長かったですねこのサブクエね。今日は一本だけかな。じゃあね、よっしゃー、秀千代ありがとよ、助かったぜ。これできっと信長様も。
りを背負う。歌舞伎だけの俺はもういない。このマタザ、ひとたび決めた主がため、矢玉の嵐をもかいくぐり、敵を噛み裂く狂犬となろう。たとえこの身血を流し尽くそうと。じゃあ今日はこれで終わりかな。なんかね、うん、ありがとうってね。ありがとうございます。こちらこそいただいてね。今日なんか妖怪大辞典みたいなねお話ししちゃいましたけど、また次回普通にお送りしますので、またよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。スカイゲーミングの M とスカイがお送りしました。バイバイ。